石塚秀彦2月6日隊は、日本のお笑いタレント、グルメリポーター、俳優、お笑いコンビ、本邪魔化のボケ担当、愛称は、石ちゃん。神奈川県横浜市保土ヶ谷区出身、渡辺エンターテインメント所属。身長175センチメートル、体重117キログラム、既婚。横浜市立富士見台小学校、横浜市立岩井原中学校。 横浜市立桜川加高等学校、関東学院大学経済学部卒業。スポーツは中学時代に水泳、高校時代に柔道をやっていた。高校時代に自主制作映画の制作に参加。俳優を目指したきっかけは映画、ロッキーを見たことで、大学も演劇サークルがあるという理由で決めた。しかし、そのサークルは英語劇がメインだったため、 自分の希望と違うと思い途方にくれた後、大学を休学して20歳の時劇団ひまわりに入団し、基礎から2年間レッスンに専念。なお、現在の妻はこの劇団ひまわり在籍中に出会った同期生であり、石塚の区域に惹かれてついてきたとのこと。この当時、お笑いスター誕生に出演したこともある。また、いいとも青年隊のオーディションは1982年の 初代のオーディションを含めて2回受けたが、いずれも落選している。大学在籍中の1984年、当時渡辺プロダクションが立ち上げた若手、お笑いタレントグループ、ビッグサーズレイの第一期生として参加。立花リサのサードシングル、君はドント、どんとくらいのバックダンサーをしていた時期もある。11人体制でお笑いグループ、本ンのメンバーとしてデビュー。しかし、 メンバーが次々と脱退して、最終的には、めぐみとしあきと二人だけになり、改めて、めぐみとコンビ、本邪魔化を結成。以来、お笑いライブやテレビ番組などを中心に活動している。この頃、妻とは約9年の交際を経て、妻の父親の最大限のサポートもあって結婚。現在でも、めぐみと組んでの本邪魔化単独ライブを行うことはある。 ものの、1990年代末期からは、石塚個人でのソロ活動が目立つようになった。特に、グルメ番組への出演や、テレビドラマへの出演が多い。グルメリポーターとして、グルメリポーターになる転機となったのは、1996年頃、相方の恵みに、単独での仕事が多く入るようになったその時、石塚にもある朝番組の豪邸訪問リポートの仕事が入り、最初は、 玄関やかけてある絵画など、装飾の方を褒めていたが、訪問先で食事が出され、石塚はその時が一番生き生きしていたと周囲が気づいたことだった。一年のうちの約半分はグルメ番組のロケで日本全国を食べ歩いていて、これまでに色々な料理を食べてきた。グルメ番組ではただ料理を食べて、感想を言うのではなく、ダジャレを交えながらリポートするという手法をとっている。 石塚曰く褒めることしか考えず、料理した人の情熱をしっかり楽しく伝えるという仕方を通しているとのこと。テレビ東京の元祖、デブや出演以来グルメリポートで料理を頬張った後に迷うと発言するのが定番。この言葉にはありがとうの思いを込めているとのこと。ロケで自分のキャラを貫き通して普通じゃないことをやっているという姿勢は、 石塚が慕っているという今あの清志郎の考えを表している。滅多に言わないが、迷うのタ義語として、随イも存在する。大食いキャラクターであるが、あくまでキャラクターとしてであり、実際には大食いではない。石塚はグルメ賞として、むしろ料理の見栄え、作った人の気持ちの方に着目して、リポートをしている。これに関連して、 1992年から2011年まで TBS にて放送された関口博の東京フレンドパーク2では最後のコーナーハイパーホッケーにおいてめぐみともどもコスチューム姿で登場した際食べ物が絡んだギャグを披露してめぐみに突っ込まれることもあったまた同番組では2010年3月まで視聴者プレゼントを発表した際に 毎回一つダジャレを披露するのが恒例だった。父は山形県庄内町出身。デビュー当時は二枚目タイプで痩せていたが、後に大きく太り、デブタレントとして注目されるようになった。伊集院光や松村邦広らと共に、デブタレを三夜と呼ばれるようになり、さらに、内山真治、またはパパイや鈴木を加えて、デブタレ四天皇などと呼ばれている。 体格の変化については、現在の妻と交際していた頃に、彼女の手作り弁当を、弁当の量が多いと思いながらも完食し、さらに量が増加していき、結果的に太り始めたというのが、石塚の弁である。グルメ番組や、バラエティ番組に出演する際には、真冬の屋外であろうとも、タンクトップと、オーバーオールという姿が基本である。明細柄の時は、 ちょっと悪キャラを演じる時だと語っている。ビデオリサーチによるテレビタレントイメージの好感度調査の上位に定着。2007年8月期の調査では初めて男性タレント部門の1位になった。他者を毒舌や暴力で攻撃して笑いを取る手法を嫌い、あえてこれを排除した芸風を取り続けている。他人の抽象で笑いを取るのはダメ。気持ちいいと思わない。 頭を叩くようなことも嫌いという趣旨の発言もしている。伊集院光、松村国広、内山信次らと共に、デブタレ四天皇と呼ばれている。デブタレントが増えてきたことについて、動物園に例えるなら、像ばかり。デブタレントとは一つの番組に一人でいいと思っていたが、デブタレントにも一人一人に徐々に個性が出てきたと言ったことを話している。嫌いな食べ物は、 ほとんどないが、ネギが苦手としている。ラーメンや蕎麦などの上に薬味で刻んだネギが少量乗っているだけでもテンションが下がる。そのため、料理にネギが使われている場合は、平成を装いながら視聴者にわからないようにネギをカメラの四角へと隠し、料理を食べるというテクニックを独自に習得している。尊敬する人物に、初代、林家三平を挙げている。また、 ウガンダトラも尊敬人物の一人に挙げているが、これは彼からデブタレントのあるべき姿を学んだことと、彼のカレーライスは飲み物という発言に感銘を受けたことによる。恵みとのコンビでの出演は本邪魔か出演を参照。現在過去。ありがとうございます。